逆震透膜。逆震透膜とは、ろ過膜の一種であり、水を通しイオンや塩類など、水以外の不純物は透過しない性質を持つ膜のこと。穴の大きさは、おおむねにナノメートル以下、ナノメートルは1ミリメートルの100万分の1で、原外ろ過膜よりも小さい。英語では、リバースオスモーシスメンブレンといい、その頭文字を取って、ろ膜とも呼ばれる。 また逆振透膜のうち、穴の大きさがだいたい1から2ナノメートルで、イオンや塩類などの素率が概おおね70%以下と、低いものを、英語でナンフィルトレーションメンブレンということから、ナノフィルター、または頭文字を取って NF 膜と呼んで区別することがあるが、その形態や原理、使用法は逆振透膜と同様であり、本来の意味でのフィルターとは異なるものである。 以下の本校の説明はすべてこの NF 膜にも当てはまる。広い意味で半糖膜も逆浸透膜に含まれる。なお、逆浸透フィルターと呼ばれることがあるが、科学用語としては誤りである。逆浸透膜の穴の大きさは、水の分子1個が差し渡し、約0.38ナノメートルより数倍以上大きい。逆浸透膜で酸素原子と 同程度の大きさのナトリウムイオン、海水中の主要なイオンであり1個が0.12から0.14ナノメートルなどが通過しにくくなるのは、水和によりイオンの周囲に水分子が配位することで、見かけの大きさが数倍から十数倍になったように、振る舞うためである。また、膜表面に付着する水分子の存在も穴を見かけ上小さくするように、採用する電気二重層も参照のこと。 水和する水分子の数は、外してイオンの電荷が多いほど多数であり、元素の周期が大きいほど多数である。さらにクロマトグラフィーのように膜の内部で、水の分子と不純物との拡散速度の差により分離が行われている点も無視できず、実際の分離はこれらの働きが複雑に絡み合って行われていると考えられる。逆浸透膜、または半透膜で、 塩類濃度の高い水と低い水を仕切ると、その浸透圧の差によって、濃度の低い側から高い側へ、水が一人でに抜けてゆくが、逆に濃度の高い側に、外から浸透圧の差を超える圧力をかければ、水分子だけが、濃度の高い側から低い側に抜ける。この現象を逆浸透と言い、逆浸透膜の名はここから来ている。上述のように逆浸透膜の分離が単純な。 物理的素子だけでは説明できないために原理について複雑な解説がなされることが多いが、要は水と不純物とを分離するために浸透圧以上の圧力をかける必ずがあるので逆浸透膜と呼ぶというように理解すればよい。ウイルスで現在最も小さいとされるヒコルナウイルスやパルボウイルスでも大きさは約20ナノメートルであり、逆浸透膜の穴より確実に一桁は大きいため、 逆浸透膜は破損がない限り水からべての病原菌やウイルスを除去できるものと考えて良い。逆浸透膜では膜を通過しなかった塩類を連続的に排出しないと加圧側の塩類濃度が限りなく上昇し浸透圧が高まって膜を水が通過できなくなるため通常のフィルターのように加えた水の全量を透過させて取り出すことはできない。また、 この排出する水にある程度の流速を持たせて、膜の表面に沿って流し続けること、クロスフローと呼ぶで、不純物の膜への付着を減らすこともできる。このため、逆浸透膜からは必ず常に、塩類や不純物が濃縮された水、濃縮水、またはブラインと呼ぶが、連続的に排出される。逆浸透膜は、現役の塩類濃度が高いほど、膜を透過した水に残る。 塩類濃度を低くしようとするほど、そして濃縮水を減らそうとするほど、膜の厚さを増したり、複数の膜を連続して通すなどして高い圧をかけてろ過する必要がある。例えば、平均的な塩分3.5%の海水から、日本の飲料水基準に適合する塩分0.01%の淡水を、水の回収率40%、残りの60%は濃縮として捨てるという意味。 似ている場合、2005年現在の最低水準で55気圧程度が必要である。また家庭用浄水器の場合でも、水の回収率や水温、水質によって大きく異なるが最低でも5気圧程度必要で、水道の水圧だけでは不足であるため、ポンプで加圧してやる必要がある。逆浸透膜の透過水量は、水温が下がるほど減り、 同じ水量を得るのに必要な圧力が高まる。このため、逆浸透膜装置は夏より冬の方が再水量が少なくなる。通常、逆浸透膜の透過水量は一定の水質の水と一定の圧力に対して水温が摂氏25度の場合の数値で表されるため、水温が下がるときは水を加温するか、水温が下がる分だけポンプなどで加えることの出る圧力を高めておく。 必要がある。逆に、水温が上がると透過水量は増えるが、塩類の阻止率が低下するため、あまり水温を上げすぎるのも良くない。一方、果汁や乳製品、化学薬品などの濃縮に使う場合は、目的物が濃くなるほど、浸透圧が上がって、膜を透過する水が少なくなっていくため、処理は一回に処理する量をタンクなどに貯めておいて、 目の濃度になるまで膜との間を循環させながら水を透過させてゆく方が膜の利用効率が良い。これを解分処理またはバッチ処理と呼ぶ。逆浸透という現象は1748年に豚の膀胱の半島膜を通して水がアルコールの入った平行室に自発的に拡散する様子を観察することによりフランスの科学者により発見された。 とても興味深いこのコンセプト、浸透と対する逆浸透は、その後、約200年間は研究室のトピックにしか過ぎなかった。というのも、自然の半島膜は傷つきやすく、信頼度の低いものでしかなかったためである。1950年から、アメリカの内務省が、将来の水不足の解消のため海水淡水化の研究開発に、多額の国家予算を計上。 最初の5年間で250万ドル、当時の為替レートで約9億円と言われるし、これを受けて1953年、コロラド大学のレードとブレトンが、サ酸サセルロース膜による逆浸透膜法の可能性を示した。その後1960年に、カリフォルニア大学のシドニーロブとソウリラジャンによって、初めて、サ酸サセルロース膜による海水炭水化が実用化された。家庭用は、 1968年に近代的なポーロシステムの父と言われるドナルド、ブレーによりアンダーシンクの概念が確立され、数多くの特許技術により現代の家庭用炉が普及している。彼はディーサル社、現 GE 社に吸収、ミッションメンブレン社、ニンパスウォーターシステム社、ニンパスウォーターインターナショナル社に関与し、そして現代では多くの後継者が 世界的に家庭用逆浸透膜純水器の普及で貢献している。業務用は日本では1970年代に東レ、東洋房、日東電工などのメーカーがアメリカから技術導入を行って開発に取り組んだが海水淡水化の分野では欧米に対して出遅れたため、1980年から財団法人作り水促進センターが中心となって、 それまでなかった逆浸透膜の一段処理を実用化し、世界の主導権を握るに至った。一方でこの頃から、逆浸透膜の用途が、より付加価値の高い浄水処理、水道水の製造、工業用の純水や超純水の製造、下水の再利用、果汁や乳製品、化学薬品の濃縮などに広がるとともに、海水淡水化用の膜は、価格競争時代に入っていった。 2006年現在、逆浸透膜の国別シェアでは日本が世界のトップを占めていると見られ、特に日東電工とダウケミカルで市場シェアの過半を占めるに至っている。性能面で改良が進んだ上に、例えば海水淡水化用の逆浸透膜の面積あたり価格は1980年代の10分の1以下に下がっている。2007年現在、 世界の逆浸透膜の製造面積ベースでは、海水淡水化の利用が圧倒的に多いとみられる。が、生産国が日米欧以外にも韓国、中国、インド、ブラジルなどに拡大してきており、これらの国の生産統計が明らかでないために、実態は不明である。一方、浄水処理、水道水の製造には、日本国内での約200件をはじめとして、 全世界で幅広く使われており、また純水や超純水の製造、下水の再利用、荷重や乳製品、化学薬品の濃縮などにとっても、浸透膜は欠かせないものになっている。さらに、水道水の水質が必ずしも良好でないアメリカで、1960年代から家庭用浄水器にも使われ始め、これが1997年頃から日本にも、 輸入されるようになってきた。塩素を除去するすべての浄水器について同様のことだが逆浸透膜は10日後の水に細菌やカビなどの繁殖が起こらないことを必ずしも保証できない。これは水道水の字や塩素酸など元の水に含まれる殺菌成分がすべて除去されてしまうためである。よって逆浸透膜の後段には細菌を除去するためのフィルターや 紫外線殺菌灯などを置いたり、自や塩素酸やオゾン、銀イオン、銅イオンといった殺菌成分を再添加する等の方法もある。逆浸透膜浄水器は多くの通水経路が密閉式となるため、常にフィルターが外気に触れている一般的な浄水より、バクテリア侵入の可能性は低くなるが、バクテリアの中には時間をかけて自身を変形させて、 白ッを回り込んでくるものもあり、バクテリアを100%排除した状況を作るのは不可能である。また人間はバクテリアと共生しており、有害無害は別としてバクテリアは至るところに存在している。浄水後に、次亜塩素酸などの再添加は、塩素臭除去も目的とする家庭用浄水器の使用法としては本末等であり、浄水器については、 その使用頻度を高めることによりバクテリアなどの濃度を希釈し低いレベルに保つことが現実的な処方箋となる。また、最近の逆浸透膜の材質は多くが方向属ポリアミド、口述であり、水道水中の強雑物による膜表面の目詰まり、次亜塩素酸などの塩素化合物により逆浸透膜を構成する。 折り網の樹脂のようなどにより逆振糖膜の寿命を著しく縮めてしまう。このため、逆振糖膜の前段には、そうした不純物をあらかじめ除去する活性炭やフィルターを設けるのが一般的である。なお、そうした付帯設備は逆振糖膜自体も含めて、必ず定期的な交換や補充、あるいは洗浄といったメンテナンスを行わないと機能が低下するため、 注意が必要である。近年、一部のスーパーなどでは、来店客へのサービスの一環として、大型の逆浸透膜浄水装置を設置して無償、あるいは有償で、水の提供を行っている。消毒用塩素等の存在しない水はすべて、外部から侵入するバクテリアに対して殺菌する、力を持たないので、持ち帰った水は速やかに消費すること。 またボトルの衛生管理にも配慮する必要がある。膜の構造は高い圧力に耐えるよう改良が進められ、現在では以下のいずれかとなっている。また、膜の材質は主に以下の4種類が使われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。